東京オリンピックの開幕まであと200日となった昨日大会の公式ポスター20作品が公開されました東京大会の公式ポスターはオリンピック12作品パラリンピック8作品で国内外19人のアーティストが描きました漫画家の荒木宏彦さんは葛飾北斎の浮世絵をモチーフにスポーツの神々が日本に舞い降りる姿を描きました 悩んだのは富士山の色だったといいます浦沢直樹さんはスポーツの興奮を伝えることに挑戦してきた日本の漫画家の一人としてポスターを作りました次のページはどうなるのかワクワクするような作品ですこののほか写真家の二永美香さんや 初刊の金沢尚子さんらの作品も公開されました。今日から東京江東区の美術館で展示されます。